ドラム奏者、打楽器奏者、パーカッショニスト、トラックメーカー、画家、アーティスト。1983年、神奈川県横浜市で生まれる。東京都品川区出身。幼い頃、品川区南品川に住んでいる。祭り好きな祖母の影響もあり、和太鼓やみこしを身近に感じる環境で育てられた。兄の影響で、和太鼓に興味を持ち、6歳で実の兄である。 和太鼓奏者を木勇気へ弟子入りをする。13歳で見たライブでのドラム演奏をきっかけにプロドラマーになることを決意。その翌日にドラム教室無料体験のチラシがポストに入っており、運命を感じたとインタビューで語っている。ヤマハ音楽教室に通いながら友達とバンドを組み活動した。翌年14歳でプロの舞台に立ち、ドラマーとしてプロデビュー。 2000年17歳、ドラマー東原力也と共演。2003年20歳より、呼吸演奏家、洋教師のコンサートに出演。2014年31歳、自身が主催、運営、プロデュースする音楽、アートイベントグループでナイトでは、ジャズベーシスト鈴木伊と共演。2015年からドラムと、和太鼓とパーカッションを織り交ぜてセッティングする、独創的な演奏スタイルで、 ソロパフォーマンスを行うようになる。それ以前もドラムセットでのソロパフォーマンス演奏は、していたが和太子が組み込まれることはなかった。2017年により、シンガーソングライター、マイケルカネコのバンドメンバーとして、フジロックフェスティバルをはじめ日本国内の音楽フェスティバルへ多数出演する。同年、ファッションブランドボルコムが開催した、世界同時グローバルコンテストチスファースト日本代表、 グランプリを受賞2017年9月アメリカテキサス州オースティンで開催されたファイナルパーティーへ招待されドラム、和太鼓、パーカッションを融合させたオリジナルセットでソロパフォーマンスを披露した。ソロパフォーマンスでは20から30分ほど演奏することがある。そのスピリチュアルな世界観と独特の間は、はモノレアグルーブの最高峰とも言われている。 2018年8月公開ヨーロッパ発、フリースケボーマガジン、ボルコムロードレージャーインイタリームービーのドラムを担当。ラグビーオーストラリア代表ワラビーズのレセプション公演を担当。2019年9月南アフリカのアーティストクエラ、トノガッサククエラアツシアツシクエラ、セバタ10を発売。同年、スノーボードオリンピック日本代表、中江浩二が軸となり制作した。 スノーボードフィルム、ピュアジャムへ、楽曲提供。アグビーワールドカップ2019決勝戦にて2回公演ライブを担当。パールドラム新商品リズムトラベラー、ブラックボックス CM に起用。2020年シンバルメーカーサビアンシンバルズ、HHXX、プロージョンクラッシュ16ポップ画像に起用。ファッションブランドベイフローキャンペーンにてサマーズ、マイケルカネコ、ベビーキと出演。 サマーズへパーカッションレッスンを担当。また、パールドラムやパール楽器製造株式会社とエンドースメント契約アーティスト、イベント、ありがとうございます。